1948年、山口聖子11月3日から1994年3月26日は、京都府出身の俳人。本名は地下彦。高浜巨子に指示。昭和初期に、水原修王氏、高野須重、阿波野聖保と共に、ホトトギスの 4S とされたが、後に同志を離反した修王氏に従い、ホトトギスを離脱。 従来の俳句にはなかった都会的な素材、知的、植物的な工夫、映画理論に基づく連作俳句の試みなどにより、中王子と共に信仰俳句運動の指導的存在となる。戦後は、天狼を主催し、現代俳句を牽引した。1901年、京都府京都市上京区岡崎町に生まれる。父信助、母、美子の長男、妹に列。 1908年、京都の西木林尋上小学校に入学。1909年、家庭の事情で、外祖父に預けられ、東京府と与多間郡仙田ヶ谷町に移転、正子ご上小学校に転入。1911年、自殺により母、美猫を失う。1912年、前年に渡航した外祖父に迎えられ、カラフトに移住。 豊原神城高等小学校に転入。1914年、町立大泊中学校に入学。この頃に俳句を始め、同校国語教師の長井鉄平の指導を受ける。1917年、起教師、京都府立、第一中学校に入学。1919年、第三高等学校門下おつるに進学。1920年、 兄弟参考俳句会に出席、そこで、日野僧侶の、武道を含んでもの言う、唇の紅れない濡れて、などの句に感銘を受け本格的に俳句を、心すようになる。僧侶、鈴六や風呂の指導を受け、また、僧侶の勧めで、ほととぎつへ遠く、本名の新品にしをもじって、聖子の号を用いることを読んだが、初対面時に、巨子が、聖子と読んでいこうこちらの読みを取った。 1921年8月、暑さにだれし指ことごとく、折りならすが初入選。10月、経過の子同人。1922年3月、京都の挙手歓迎区会で、高浜挙手に会う。4月、東京帝国大学法学部に入学。水原修王氏、富安風生、中田水穂、山口清村らと、東大俳句会を再興する。 1924年、敗戦カタるにより、大学を休学。1926年、東大卒業、大阪住友法司会社の本社に入社。上司が、歌人の川田純で、上司の理解を得て、草木に励むことができた。1927年、ほととギス課題選者に就任。1928年、山口清村の公園で触れられたことにより、 水原修王氏、高野須樹、阿波野聖保と共に 4S として知られるようになる。同年、浅井梅子と結婚。1929年、ホトトギス同人。1932年、第一区集、東京観光。1933年、兄弟俳句顧問。1935年、第二区集、木畑観光。急性肺炎にかかり療養。 幼中、ホトトギスを辞し、先に同志を離反した、水原修王氏の足火に移り、修王氏と共に、新興俳句運動の指導的存在となる。1941年に、伊勢国朝秋川沿い、スカウロミ水浴場付近が最適だったことから富田、六号一部の天がスカに移り療養した。療養中は、場所を、四季に親しんだ。1942年、 住友合衆会社を退職し、食卓となる。1945年、空襲により、最小三町の住居を消失、増書、家財の一切を失う。1948年、斉藤三期、秋元藤浦と天狼を、創刊、後主催。根源俳句の提唱、第二芸術論への反論などで、戦後の現代俳句を経引した。 1949年、中日文化賞。1953年、兵庫県西宮市倉区園へ転居。1957年、朝日廃団選者。1976年、君参道随法賞。1987年、日本芸術院賞。1989年、朝日賞。1992年、文化功労者。 1993年、天狼週間。1994年、呼吸不全のため、神戸市の病院で死去。92歳没。生死の遺産は、神戸大学に寄贈された。山口生死が住んでいた屋敷は、阪神、淡路大震災で倒壊し、代わりに区費と記念碑が建てられている。現在、屋敷は、神戸市灘区の神戸大学分離農学部キャンパス内に、 再現され、山口正式年館として、不定期に公開されている。代表的な句になどがある。初期には、東大俳句会で共に学んだ、水原修王氏と同様、短歌の調べや、助上性を俳句に持ち込み万葉町の句を作った。第一句集、投稿の前半は、カラフトの情景を助上的に読んだ句が多い。その後修王氏が、後藤や反論において、 夜半は生死より、具材の幅が広いとしたことに発奮、近代的、都会的な題材を少量し始める。同時期に、斎藤も吉の連作単価に影響を受けて、連作俳句の試みを始め、これを講述する映画理論により補強。こうした過程で、いや、かなといった切れ字を用いる文体に代わって、動詞の終士形、連帯型によると目や、交互の仕様が定着し、 素材の拡大とともに、植物非常、知的構成と言われる作風を確立してゆく。東欧工場で、高浜巨子は、従来の俳句の思いも及ばなかったところに指を染め、いわゆる偏境に矛を進むるのがいがあると生死を、表した。稽句のうち、カリカリと、ほのかなる、夏草に、ピストルが、夏の皮はそれぞれ連作として発表されたもののうちの一句で、ある。連作俳句は、 同時期に、水原修王氏も多く試みているが、修王氏の連作はあらかじめ全体の構成を考えて作曲されるもので、絵巻物のように経が展開し設計図式と呼ばれる。これに対し生死の連作は、特定の題材をもとに一句一句乗り移るように、次々と独立の句を作りの地に取写、編集するというもので、モンタージュ式と呼ばれる。モンタージュは1920年代に、 ロシアで登場した映画理論で二つ以上のショットを組み合わせて一つのシーンを表現する技法である。当時、寺田虎彦がすでに連句やホックにおける取り合わせと関連づけてモンタージュを論じていたが、精子はこれに影響を受け、射精によって得た素材に知的操作を加えて世界の創造を行うという自身の射精構成論に援用した。都会的素材や連作俳句は、 進行俳句運動において更新に波及し、その中から無機俳句を作る流れも出てくるが、周応子と同様精子も無機俳句からは距離を置いた。戦後は病気療養や進行俳句弾圧、敗戦などの経験を経て、自然物との対峙によって己を確かめるような工夫に変化。天道では、国立なる俳句精神を実現したいと表明し徹底して、射精構成。 植物具象を解いた。また、出発の言葉の、俳句の深まりが、何を根源とし、いかにして現れるのかを体得した。から、根源俳句を提唱した。晩年は、自身の俳句を場所を継承するものとして、写生、取り合わせ、客観描写を強調した。句比、流景の自力で水を離れ飛ぶ、摂津教句比、燃え盛り筆太となる、大文字教徒三条、川端句比。 壁の納期灘通り北市土曜波御前崎灯台。ありがとうございます。